全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。国立遺伝学研究所と静岡県立大学の共同研究により、社会的順位が低いとうつ病のリスクが高まるということが分かってきました。この研究では同一ゲージ内で飼育された4匹のマウスを調べました。ゲージ内での行動の方向性を解析することで、どのマウスがどのマウスから攻撃を受けていたかを解析できます。その結果に基づき、ゲージ内でのマウスの社会的順位を解析しました。人間も集団になると強いものと弱いものに分かれますが、マウスもそうなんですね。それはさておき、それぞれのマウスの行動を詳しく調べると、社会的順位の低いマウスは順位の高いマウスに比べて高い不安行動とうつ行動を示すことが分かりました。さらに、社会的順位に応じて脳内のセロトニン受容体などの遺伝子発現が影響を受けていることも分かりました。さらにさらに、これらのマウスに抗うつ薬である選択的セロトニン再取り込み抑阻害薬を投与したところ、社会的順位による行動と遺伝子発現への影響が大きく緩和されたのです。この実験から、社会的順位が低いとうつ病のリスクが高まる可能性があるということが分かったのです。人間社会においても、社会的順位が低いと嫌な思いをすることが多いですが、それに加えてうつ病リスクが高まるなんてやるせないですね。しかし、今回の実験から得られたことで、今後のうつ病治療や対処法の確立にも役立つものと期待できます。医学が進歩することで、うつ病が風邪のように数日で治るような病気になることを願っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。